24時間大好物なら食べ続けられるのか。いただきます。ごちそうさまでした。とりあえず、まあ、最初なんで。はい、ということで、先ほどから1時間経ちましたので、2回目の食事となります。こちらの方、2本目、いただきたいと思います。樹海さん別で撮ってるんですよ。うわぁ、でかいよ、これ。炭酸が抜けてない。声でかいな、あの人。ピンマイクなのに声、もうマックスなんだよ。うわぁ、いただきます。うまいよ、これは。やっぱりイクラ最高っすわ。そしてサーモン、うん、うまい。多分まだね、樹海さん声量いいじゃないですか。だんだんこれ回数こなしたけど声クソちっちゃくなってきますんでね。おい、多分こっちでもマイク拾えないぐらい静かになりますんで、今は多分うるさいと思いますが、待っててあげてください。うん、なんか行きたくなってんだよね。もう1回目2回ぐらい取れる。うまい、いった。うん、エビ最高。マグロ、うん、これはなんだ、イワシ、サンマ、アジ、多分アジだね。うまっ、いただきましょう。ということで1時間経ちましたので、また食べていきたいなと思います。今回ちょっとね、わさび使います。いや、まだいけるな。なんだな、おい、あや、寿司うまそうだな。申し訳ございません、ちょっと今映像が乱れました。いただきます。マグロ、うまい、最高っすわ。ずっと食べれるんじゃないかな。ごちそうさまでした。よいしょ。あ、やべえ、トレーニング、あ、くそ、こっちから、うわー、トレーニング一回やりますんだ。はい、トーク、テンプレか。はい、ということで、4つ目になります。いただきます。まだいけるね、俺1時間出す、どうなんだろうと思ったけど、消化してるかもしんない。一食でこんだけ食べると結構もうお腹いっぱいだと思うんですよ。やっぱ1時間に1人前ずつだったら全然余裕かも。最後サーモン、うまい、全然余裕だわ。ごちそうさまでした。はい、1時間経ちました。1,2,3,4,5、 5人前ですね、これね、これ食べれば。いただきます。うん、これ食べたら40貫なんですけど、まだいけるかな。うん、ラストです。うん、5時間目終了しました。ごちそうさまでした。ちょっと腹いっぱいになってきたなー。これ何でもそうだけど、5個目6個目ぐらいからやっぱ満腹度って出てくるんだな。でももう6時間経ってます。はい、ということで、6個目いただきます。中がいっぱいになってきましたね。うん、でもうまいよ。ビールマックはそんな悪くないな、全部いいとこから。はい、いた。で、今ちょっと思ったのが、これお昼前に作ってもらったものなんですけど、やっぱ6時間ぐらい出すとね、シャリが硬くなってくる。いた。いや、やってんね。てか俺もそろそろ飲まないとやばい。飲まないくれ。結構膨れてきたね。食べ始めてから6時間経ってるので、もう最初の分は結構消化されてるとは思うんだけど。ということで、ごちそうさまでした。はい、ということで1時間経ちましたので、7個目
行きたいと思います。7時間経ってるんだけど、ちょっとね、腹がね減らなくなってきたんだよね。それではいただきます。いくら、じゃあ行きますか。マグロ、でもうまい。ごちそうさまでした。はい、ということでお腹が常に6分目7分目に今ちょっと落ち着いてます。いけそうな気もするんだよな。でも分かんない。うん、美味しい。多分俺の最高が多分、まあ、マックスでも60巻ぐらいだと思うんですよ。でも64巻は食べれてるんで、まあ、消化は確実にできてる。頑張ります。来てしまいましたね。いやー、徐々に徐々に多分食べるペースが落ちてきてる分、食べ終わってから次の時間になる時間がどん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 短くなってるんで、食べ終わって次もう時間10分とかで食べ始めるようになっちゃうと、もう連続で食べる状態になるんで、いただきます。どんどんいこう。やっぱりシャリが硬くなってる分食べるのが大変だわ。カッチンカッチンよ。やってるかも。シャリが超硬い。これ冷蔵庫にずっと入ったから。味方さん、はい、録画って今並ぶになってるんで、録画が25分ちょいって感じですね。マジか。もう今から30分弱ぐらいしかちょっと休憩できないっていう。めちゃくちゃきつくなってくる。これからこれがちょっと変わり目なんじゃないの。サインやばいかもしれない。でも飽きとかはない。ごちそうさまでした。うわぁ、あと30分後。さあ、ということで来ましたけど、全然変わってないですね。30分でちょっと全然変わってないですね。これ食べれば10人前で80貫一人で食べてることになるんですけど、気合入ってんね、これ。いただきます。ほんと腹減ってないぞ、さっきから。いや、これはマジでクリアしたい。うん、こうやって食べるのがきついのかな。超腹が膨れてる。やばい、ゆっくり食べるか。まだ時間あるんで。いいじゃん。あー、きつい。やばい、あと2分だ。残り1分になったらとりあえず串ながら、ついに来たな、エンドレス寿司。いきます。これで80貫目。うん、ごちそうさまでした。うわ、なんとかいったけど、このままエンドレスで持ってきます。よし。うわー、きつい。これはきつい。うわー、全然休みねえもんな。もうスタートしてんじゃん。まあ、いただきます。10分にか、5分に1個ずつ食わねえとやばいか。寒いな、寒がてや。まだ5分ぐらいしか経過してないから、もう大丈夫。ちょっと待って、ちょっと休憩できるもんね。残り40分になったら食うか。うわ、一貫くらいかける。やばい、40分切ってるから。どうすりゃいいな。ガリからいこう。ガリ、やべ、ガリも結構きつい。あ、辛っ。やばい、時間がね。はい、ということで、は
ー無理かー。いや俺ちょっと待って、マジでいけると思いましたわ。余裕だと思ったんですけどねということで、大好きなもんでも1時間に1食ずつ食べたら限界が来るというね